日常演舞の食歌日記にようこそ。さて本日の演目はこちら。それでは演舞開演。次だ。ポップコーンを5種類食べたいと思いまーす。ポンペ。こちらのキャラメルポップコーン、チョコバターコーン&ソルトポップコーン、ハロウィンミックス、ハロウィン近いですかね、キャラメルソルトポップコーン、業務スーパーで買ったハニーバターコポップコーンとキャラメルポップコーンを食べていきたいと思います。で、なんで今日ポップコーンを用意したかと言いますと、あなたはポップコーンと聞いて何を思い浮かべますか？自分は、映画館のお供なんですよね。で、映画というと、もしかしたら X のリポストとかでもうご存知かもしれませんけど、まだちょっと先になるんですけど、12月2日に開催される S4U フィルムギャラクシー祭に、私、日常演舞も監督として作品を出展、なんでここで噛む？もう一度、監督として作品を出展、参加させていただくことになりました。なんで拍手してるんだろうね、虚しい。とまあ、その映画祭の成功も兼ねて、です。確か、初版のチケットはもう売り切れてたんですけど、追加販売が、確か、まあ、この動画出した翌日かな、それとも当日かわかりませんけど、こちらの時間に開始されるということですので、あなたも興味があるのであれば、ぜひチェックしてみてください。それでは、映画祭の成功を祈願する意味も兼ねて、本日もポップコーン食べていきたいと思います。今回はこちらのチョコ&バターソフトポップコーンから代表で顔を見せてもらおうかな。はい。美味しそうですね。パチパチ弾けるかな。では、それぞれの、おっと、チョコが見えにくいな。はい、こちらが通常版。チョコレート版はこのようになってます。やって、ではいただきます。チャンネル登録よろしくお願いします。ボリ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 といい音を立ててくれるね、このポップコーン。だけどもっと気合い入れるためには何食べようかなって、次食べること考えてどうする。まずは今のレビューだ。キャラメルの甘さは結構くるな。一方でチョコの甘さとかはもう一つ届かない部分もある。だけどその中でも一番美味しいのはやっぱりこれかな。気合い入れて映画祭本番まであと少し頑張ろう。なのであなたもチケット買ってくださいね。と言う前にまずはレビューだ、レビュー。やっぱり映画館といえばポップコーンだけど、他には何があるのかな。それぞれのポップコーンの味についてはこの後すぐに説明します。ごちそうさまでした。最初に食べたじゃのチョコ&バターソルトポップコーンは結構バターソルトの塩気が強くて、通常のポップコーンより少しコクがやまろやかさがあるかなと思いました。一方チョコレートの甘さはそこまでないので、あまり甘いのがお好きな場合は向いてないですね。次に食べたこちらの業務スーパーキャラメルポップコーンは、確かにキャラメルコーティングがされてはいるんですけど、甘さも苦味もあまり感じられなくて、ちょっと名前負けしてるかなと思う印象です。量はたっぷりあるんですけど、もうちょっとキャラメル感じたかったなと思う部分があるのは残念ですね。同じキャラメルでもこちらの同じメーカーさんが開発、フリートという同じ会社が販売されているこちらのキャラメルポップコーン、まあ、こちらはソルトの塩バージョンも入ってるんです。上見すぎては結構キャラメルの甘さが強くて、振り幅が欲しいならキャラメル&ソルト、甘い一点通り最後まで楽しみたいならキャラメルポップコーンがおすすめです。で、同じく業務スーパー、いや同じくじゃない、業務スーパーの塩バッ、なるほど、ハニーバターポップコーンは蜂蜜の甘さ、まろやかさは確かにあるんですけど、一方でバターの塩気もあって結構振り幅があって美味しく、あるのが美味しいです。キャラメルポップコーンを食べるよりはこちらの方がおすすめかな。ですが、私は今回、こちらのクリートのキャラメルポップコーンが甘さで一直線でダイレクトにストレートで殴ってくるので、一番美味しくてちょっとパンチのある甘さで美味しい好みだったので、代表として5点とさせていただきます。はい。
さんのフードといえば他にもポテトやチロスの定番いろいろありますが、あなたは何かお気に入りありますか？この映画館のこのフード美味しいですよっていうのを教えていただけると嬉しい。そして12月2日に開催される S4U フィルムギャラクシーで動画を見てくださっているあなたと出会えたら私も本当に嬉しいです。それでは本日は映画祭の告知とそのお供となるポップコーン5種類を食べてみた動画でした。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録拡散よろしくお願いします。そして映画祭当日でもしあなたと出会えたら私も本当に嬉しいので、そちらもどうかよろしくお願いしますね。それでは演舞終演。本日の演目はお楽しみいただけましたか？チャンネル登録、コメント、高評価していただけますと嬉しいです。ではまた明日の演目でお会いしましょう。それではさようなら。